今日はよく生徒様たちからいただく質問についてお答えします。三味線を上達するコツはありますか？そうですね、なるべく最短距離で上達したいって、そういう気持ちすごくわかります。私もそういうふうに思ってます。そして生徒さんたちもあまり回り道をしないで、なるべく効率よく上達してステップアップしていただければいいなと思っております。ただですね、効率よく上達するにしても回り道をするにしても必ず欠かせないものというのがあります。それは手を動かして練習するということです。音楽すごく運動に似ています。頭で分かっていてもできるものじゃないんです。で、反対に体で覚えていると、頭でうっかりこう記憶が何かで飛んでしまっても、体が覚えていて弾けてしまうというのこともとてもよくあります。そしてですね、知識や理解を深めながらお稽古するというのは私は本当に大事だと思っています。ですが、手を動かして何回も繰り返してお稽古すると、そこから見えてくるものというのはやはりあるんです。手を動かして、そうですね、100回200回やっても無理で、1000回目に初めて分かること、あるいは2000回目に初めて気がつくことというのはやはりあります。もう知識として知ってはいても、こう自分の中で腑に落ちなかったものが繰り返し練習するとストンと分かる瞬間というのがあるんです。ですので、たとえ効率よく上達したい、学びたいと思っている場合でも、手を動かすこと、回数を重ねてお稽古されることを決してなおざりにしてはいけないと私は実体験から思っております。特にですね、効率よく最短距離で行きたいって思う、私はそういうタイプなんですけれども、そういう人の場合はだいたい頭でっかちになる傾向があります。自戒を込めて言うとそういうものです。なので、そういうふうに思ってこの動画を見てしまったあなたは、なおさら手を動かすことをぜひ心がけてみてください。そうすると、今までとは違った形で理解が深まると思います。まとめます。体を動かして、手を動かして学ぶことで得られる新たな知見というのが必ずあります。ぜひご自身の手を動かして上達をするっていうのを心がけてみてくださいね。